死刑執行されたにもかかわらず生還した場合どうなるのか。衝撃の事例4選。死刑執行後も生きていた場合どうなるのか。そもそもそんなことあるのかって思うでしょうが、実は何件かそういったケースはあったそうです。どのような対応をするのか国によって様々なようです。今回は死刑を生き延びた人の話をしていきたいと思います。4. イランでのケース。覚醒剤を密輸入した罪で絞首刑が言い渡された37歳のイラン人男性。死刑執行は拘置施設でクレーンから吊るされた首吊り縄に12分間吊るされるものでした。拘置を解かれた男性は遺体安置室に約16時間放置されていました。もちろん医師の死亡鑑定も行っています。翌日親戚が身元を引き取りに来ると、なんと男性が浅く呼吸していることが発覚。昏睡状態のままだったため、すぐに集中治療室に運び様子見となります。翌日男性は意識を取り戻して生きていることが証明されました。2度目の執行はあるのでしょうか。イランでは生き抜いた囚人には恩赦を与える伝統があります。しかし裁判官は再執行を命令しました。この絶望的な状況に世界最大の人権団体アムネスティ・インターナショナルは異議を申し立てます。アムネスティは死刑廃止を訴えている団体です。そのため2度も死刑を受けさせることに猛抗議しました。イラン政府は彼らの抗議を受け、この死刑囚の刑の再執行をせず無期懲役に変更をしました。3. 石鉄剣死刑囚蘇生事件。明治時代初期の愛知県、当時は石鉄剣で仏教と神道の宗教を合わせてはいけないとの命令が出ました。住民は神仏を信仰していたため大反対。デモを起こしますが兵士に鎮圧されてしまいます。その時農民の田中藤作は特に反対していたため役所に入り込み放火までしました。しかしすぐに捕まり、田中は死罪に。拘罪という導入されたばかりの死刑方法が言い渡されます。これは囚人の首に縄をかけ、その先に75キロの重い石を5分間吊るすという方法でした。執行後に検視も終わり、遺体は親戚が引き取り棺桶に入れて家まで運んでいました。ところが4キロメートルほど歩くと棺桶からうめき声が。彼は蘇生していたのです。彼はどうなるのでしょうか。死刑囚が生き返った事例を経験したことがない政府は協議を重ねて1年越しに返答をします。それは法に従い執行は終わっている、再執行はせずに戸籍を回復させなさいというものでした。その後田中は仮死状態の後遺症のためか生き生きした感じがなく、小さな部屋で孤独な生活を送り生涯を終えたそうです。 2. ジョン・リー。直接的な苦痛を味わうことなく死刑を免れたのがイギリス人のジョン・リー。1880年代、彼は雑用係として屋敷で働いていました。しかし何かと仕事にケチをつけられて賃金を減らされる日々。ひどい時には半分しか支払われないこともありました。とうとう主人への恨みが募り、雇い主を残忍に殺してしまいます。警察に捕まり、たった40時間での審議で死刑を宣告されてしまいます。処刑当日、当時は絞首刑が主流だったため、執行人がレバーを引いて足元の扉を開けます。ところがレバーを引いても戸が開きません。執行官は苛立ち、足でどんどん叩いてみますが、やはりびくともしません。一度リー被告を台から下ろし、レバーを引くときちんと開きます。やり直すため、再びリー被告を乗せるも扉は開かず。思いっきり引き、レバーが曲がってしまうほどの力でも開きません。3回目も同様です。とうとう同席していた牧師が悲鳴を上げます。彼はもう3度も死を味わった。許してはどうか。政府もこれを認め、
特別に終身刑が適用されることになりました。彼は22年後に釈放され、アメリカで結婚もし過ごしました。落とし扉はなぜ開かなかったのでしょうか。有力な説として豪雨が原因となっています。木の扉は前日の大雨で湿気を吸って木材が膨張していたというもの。重みがかかることで戸の端が強くくっつき動かなかったようです。1. ウィリー・フランシス。1944年、アメリカ・ルイジアナ州でアンドリュー・トーマスという薬剤師が銃殺されました。貴重品がなく、警察は強盗殺人として捜査。しかし、9ヶ月経っても何も手がかりがありません。1945年9月、ウィリーは遠くに住んでいる妹に会いに行くため、大きなスーツケースを持って歩いていました。そこで警官の職務質問に遭い、そのまま逮捕されてしまいました。その容疑は薬剤師殺害の罪でした。警察によれば、ウィリーがトーマスの財布を持っていたので逮捕したそうですが、ウィリーが持っていたとされる財布は裁判の証拠として提出されなかったそうです。さらに、犯行に使用された銃は、殺害されたトーマスと面識のある保安官が所有していた銃だと見られています。これらの状況から、ウィリーが犯人ではないことは、誰の目から見ても明らかでしたが、警察はどうしても彼を犯人に仕立て上げたかったのでしょう。ウィリーは逮捕からわずか2日後に死刑が確定してしまいます。これはウィリーが警察に脅され、自分がやりましたという証言をしてしまったためです。逮捕から1年も経たない1946年5月、急ぐようにウィリーの死刑は執行されます。しかし、刑を執行した職員が酔っ払った状態で電気椅子に座らせたため、ウィリーは死ぬほどの痛みを与えられながらも生きながらえたのです。すぐに次の刑の執行がスケジュールされようとしていたところ、バートランドという名の弁護士が抗議をしました。彼はすでに死ぬほどの苦痛を受けたにもかかわらず、もう一度刑を執行するのは人道的に問題だと訴えたのです。これを裁判で争い、最高裁まで行ったのですが、結局は死刑が執行されることとなってしまいました。こうして1947年5月9日、ウィリーは2度目の電気椅子であの世へと旅立ちました。ひどい冤罪事件の上に2度も死刑を執行されたなんて、世界一悲しい事件だと思います。このような冤罪事件は現在でも多く起きています。冤罪の被害に遭わないためには、何が何でも犯行を肯定するようなことは言わないようにすることが重要です。何が何でも否定して、できれば弁護士さんを呼ぶようにしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。Thank you.